ジェ、ジャクソン整形し杉花崩壊。横顔激変とこめかみ。ジャネット、ジャクソン、51が先週、同性愛者及びバイセクシュアルの人々のために雑誌アウト主催による、アウト100ガーのミュージック、アイコン、アウォード賞受賞式に出席。同賞を受賞するとともにレッドカーペットを歩いたが、ジャクソンの鼻の形が以前と違って見えたと出席者らの間で話題になっていたらしい。ニューヨーク、ポスト紙によると、ジャクソンの小鼻の部分は垂れ下がり、横顔が以前にレッドカーペットに登場した時と比べ、ショッキングなまでに変化していたという。同誌は今回、ジャクソンの2011年撮影の横顔の写真と、受賞式当日に撮影された横顔の写真を並べて掲載しているが、確かに、小鼻の形が明らかに違っている。ニューヨークを拠点とするある整形外科医は同誌の取材に対し、鼻が一部崩壊し、鼻孔が陥没しているようだ。何度か整形を重ねた結果、鼻を支える軟骨が損傷した可能性があると語っている。長年にわたり、整形手術を重ねているとの噂があったジャクソンは2006年、米番組のインタビューで、16歳の時、手術で鼻の形を変えたことは、もはや秘密ではないわ。またやるかって。わからないわ。手術をしたたくさんの女性たちを見てきたけど、鼻が引っ張られすぎて、あまり可愛くないのと明かしていた。さらに、また手術するかどうかについては、20年以上経ったらもう一度、同じ質問をしてみてと語っていた。ニューヨークイコール亀直子。